はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の歴史第2弾やっていきます。で、今回ね、問題4問ありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が簡単に説明しながら答えやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。で、今回はですね、個人的に歴史の過去問とかワークの問題とかでもいいんですが、勉強するときにこういう風に勉強するといいよって思ってるのをちょっと紹介しつつやりますので、よかったらその辺も聞いてみてください。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあちょっとね、画面下げますんでお待ちください。ちょっと画面を置きます。よっ、行き過ぎました。はいよ。では早速やっていきましょう。まあ、今回ね、選択問題が2つ入れたので、やっぱね、ちょっと問題数が少なくなっちゃって申し訳ないんですが、まあ、ぜひね、勉強していきましょう。で、まず1番です。1番はですね、中野大江の王子とホニャララたちが大化の改新を進めて律令国家を作り上げていった。で、そのホニャララのところには、朝廷から後でね、藤原の姓を授かった人物とね、まあ、ヒントは書いてあるんですけど、もう大化の改新、まあね、大化の改新というキーワードがあって、中野上の王子が書いてあると、もう一人誰じゃっていうね、もうここはまだ覚えておきましょう。答えいきます。書き順気にせずお願いします。中富の鎌足です。中富の鎌足、大体勉強した時にクラスで一人誰かは固まりっていうやつですね。で、この人は後に藤原の鎌足になります。藤原の姓を授かるんですけど、まあそれが書いてあった問題文にね。で、まあこれ答えこれでいいんで、まあ書けてればね、もちろん丸っていう感じでいいんですけど、ちょっとこっちも書かせてください。例えばね、普通にワークとかさ、過去問とかやってても、問題が解ける解けないってすごく大事ですね。当然なんですけど、大事なんですが、歴史やってる時に、例えば、まあ中野大江の王子と中富の鎌足と、大化の改新がありますよね。まあこれがキーワードになってて、今回3つが。今回はここがまあ問題になってたと。じゃあ、もし、こっちが問題になったら書けてましたかっていうのを自問自答した方がいい。だって、例えば大化の改新の話題が出てきた時に、これが絶対聞かれるわけじゃないでしょ。もしかしたら、ほにゃららと中富の鎌足が大化の改新をしたと。ほにゃららに当てはまる誰か、中野大江の王子って書けなきゃいけないわけだし。もちろん大化の改新もそう。この二人が出てきてやったことといえばみたいな。いいかな。そういった感じで、一問解けたかどうかっていうのも大事なんですけど、他のキーワードのところもちゃんと覚えてますかっていう確認は絶対にしましょう。いい？で、プラスアルファ。今回問題文にはなかったですけど、大化の改新は645年です。もし余裕があればこういうところも復習した方がいい。詳しいところを攻められる可能性もあるからね。で、まぁ、前回もやりましたが、もしね、復習したいときは、今回の動画の最後、再生リストね、左下に、本編の、歴史の本編の再生リストがありますんで、よいしょ、復習したければ、ここに書いていくか、12番の動画を見てみてください。この辺がね、取り上げてあります。じゃあ次行きましょう。桓武天皇ですね、が政治を立て直すために、784年、書いておこうか、ここね。784年に間違った。ごめん。784年に長岡京ね、に移しましたと。都をね。で、その後に794年に都をホニャララ京に移したよと。じゃあ、もともとのホニャララ京と、794年に移したホニャララ京、どこか書きなさいと。で、まあ、両方書けた方ももちろんいると思うんですけど、どっちかというとこっちの方が書きやすかったかなと思います。まあこれ年号よく言われますもんね。泣くよ、うぐいす、みたいな。平安京ね。あれね、今日は確かもともと書いてあったよね。あるよね。平安京です。で、ここの都の移りっていうのは、まあ長岡京はね、ちょっと、まあマニアックというか出てきにくいんですが、これ、ポロッと言われるので、たまに。覚えてください、ぜひ。で、もともとよくピックアップされるのは、ここです。こっからここに移る。で、ここのやつは710年なんですけど、まあ、書いちゃいましょうか。これは平城京です。平城京ね。が710年に平城京になって、
まあこれなんか覚え方いろいろなんですよね。納豆ネバネバ平城京とかね。納豆ね。710年で。で、長岡に移って平安京になりましたと。まあこういう流れがあります。いいかな。で、復習をするんであれば、待って、これね、動画2本なんですよ。こっちの平城京の方は、14番。平安京、こっちが17番です。で、まあ、お気づきの方もいると思うんですけど、この歴史のもう動画ですね、結構漢字ミスがひどくって自分、概要欄にね、訂正は一応入れてあるんですけど、ほとんど。例えば、こっち、平安京、じゃあ、関武帝の間違ってます、最初の。関の字を間違ったりとか、平城京も太宰府ね、の打を間違ったりするので、まあ、ちょっとその辺申し訳ないところあるんですが、よかったら復習に使ってみてください。で、次ですね。まあ、この辺からちょっと、まあ、難しくなるというか間違える方が出てきやすいとこなんですが、3番、X から Z、まあ、3つ読み上げますけど、平安時代の仏教に関わる出来事を言ったやつには丸、違うやつには×を選びなさいと。これ、正しいのを一つ選びなさいのが楽なんですよね。これ、合ってるものと間違ってるのを丸×をあと全部判断しなきゃいけないんで、勘がちょっと通用しなくなるというとこはあるんですが、まあ、行きましょう。で、まずですね、じゃあ順番にやっていこうか。3番で、全文書くのはちょっとめんどくさいので、キーワードを取り上げていきましょう。 X 一回読み上げます。英才が伝えた臨済宗は京都などを中心に広まり、道元が伝えた曹洞宗は北陸地方から全国に広まったと。まあ、いっぱいね、取り上げるものはあるんですけど、まあ、ちょっと臨済宗とかちょっと置いとこうか。まあ、英才や道元が出てきましたよと。この辺がね、曹洞宗とかね。まあ、もっと広げると、法然とか、親鸞とか、あの辺ですね。浄土宗とか浄土真宗とかもこの辺です。まあ、自分は一本の動画でめちゃくちゃ詰め込んだとこなんですけど。で、じゃあまずこれが何時代かと。いい。この登場人物だけで、まず何時代かを気づけてほしい。ここで。これ何かってところ、鎌倉です。この人たちが活躍したのは鎌倉時代なんです。いいかな。で、これは、もう、登場人物、まあ、この前、今回仏教の話がね、全体的に固まってるんですけど、こういう風に誰が活躍したっていうところが何時代の話だっけっていうのはピンポイントで言ってほしい。人物とか、その、なんと、キーワードから飛べるようにリンクさせてください。英才道元が鎌倉とかね。まあ、さっき言った親鸞とかが出てきても鎌倉にちゃんと飛んでほしい。で、今回はそれが分かれば、平安時代の仏教の話でしょ？あ、話を丸、×で選べって言ってるから、あ、鎌倉じゃん。じゃ違うじゃん。ってことで、1個目は×がつけられます。違うからね。まあ、ちょ、1個書いていくのもあれですけど、こっちでいっか。これ×なんですけどね、X の話、この鎌倉時代の仏教ね、まあ、23番で復習できますので、よかったら。で、次です。短いですね。Y は、最澄は天台宗を広めて、空海は真言宗を広めたと。まあ、これも人物だけ行きましょうか。あれ、最澄の最って、あ、最もだ。画数多いね。最澄と、空海。個人的にこの二人の名前ってかっこいいっすよね。ちょ、同意できなかったらごめんね。個人的に好きなんだわ。最澄空海です。で、この二人登場しましたと、まあ、天台宗と真言宗のね、何々宗もありましたけど、この二人が何かっていうと、この二人は平安なんです。で、今回の答えにぴったり当てはまってると。平安時代の登場人物になります。つまり丸。いいね。で、これ、復習17番なんですが、ここと一緒です。まあ、結局平安時代の話をしているので、うまく動画に固まっております。で、ラスト、Z ですね。鑑真が苦難の末に来日して仏教の教えを広めた。ちょっとお待ちを。鑑真ですね。日本にやってくるときに、まあ、嵐にあってね、だいぶ遭難してしまって、目をね、視力を失っちゃうんですけど、それでも日本にやってきて仏教を広めてくれた人です。まあ、素晴らしい人なんですけど。で、鑑真はいつの話かっていうと、やってきたのは奈良です。だから奈良時代の話。つまりこれは×。で、一応復習番号を書いておきましょう。鑑真に出てくるのは16番でございます。だから今回は丸×をつける問題なので、これが全部合ってないと丸にはなりません。もし、受験とか出された場合はね。で、合ってるもの、ごめん、計算した。
合ってるもの1個選びなさいだったら Y を選べば正解になるんですが、まあ、ぜひね、登場人物から何時代かがこうリンクできるように覚えておいてください。で、最後、4番ですね。鎌倉時代における社会の様子を述べた文として正しいものを次の絵から選びなさいと。よし、じゃあ行きましょう、4番。あ、板書結構入るね。オッケーオッケー。じゃあ1個ずつこれも分解していきましょうか。まず、あから行きます。有力な本百姓が村役人になって年貢の徴収などを行うようになったと。まあ、キーワードとしては、まあ、有力も書いたらよかったかな。まあ、本百姓が村役人になって、まあ、年貢の徴収とかかな。ちょっとざっくり書きますけど。この辺。まあ、こういうことをしてましたよ、と。で、これ、もう本百姓が村役人になるっていう、ここだけでも出てくると嬉しい。個人的にはね。これいつかって、これ江戸なんですよ。江戸。で、これちょっとこっち番号書けないので、ここに一個ずつ書いていきましょう。江戸41番の動画出てきます。確かに村役人はね、俺、確か動画で入れてないんで、そこは出てこなくて申し訳ないんですけど。で、ございます。でですね、まぁ、今回みたいにこう、キーワード、答えが合ってるかどうかではなくて、例えば、選択肢で違うやつもわかるんですかって、より一問から深い情報を得るっていうのが自分の、歴史を、ね、勉強する上でおすすめの勉強法です。せっかく一問やるんだったら、そっから吸収できた方がいいじゃないですか。苦手な時代が把握すればさ、そこを復習することでみんなの実力が絶対上がるわけでしょ。そう。で、やってほしいんですけど、もう一個あって、例えば今回みたいに、有力な本百姓が村役人になり、みたいな、なった時、まあ、早押しクイズじゃないよ。もちろん受験関係ないんですけど、キーワードが少ない段階で思い浮かぶかどうかっていうのはすごく大事。例えば、有力な本百姓って言った瞬間に、まあ、本百姓出てきたら江戸じゃねみたいな。気づけると、まあいいわけですよ、一番。でもその先で村役人ってキーワードが出てきて気づいてもいいし、もちろん年貢の徴収まで行って気づいてもいいわけなんだけど、少ないキーワードでもその江戸っていうところにリンクできるようにしておいてほしい。いい？そうすれば他の問題とかでキーワードが少なくなってもその時代とかのさ、その、なんか風、あの、背景とか、そこに飛びやすくはなるので、いいかな。で、次です。ごめん。いいですね。農村では千箱機や備中輪が使われるようになり、農業生産力が向上したと。まあ、このね、もう千箱機、備中輪。もうこいつら出てきたらもうあそこしかねえな、つって。これ江戸です。同じくね。ただちょっと動画が変わります。これ農業の動画なので、44番になるんですが、もうこれも言わずもがななんですけども、この二つ出てきたらもう江戸ですね。江戸は農業、まあね、こう、田畑とか農業をね、すごく推していて、神殿作りをしていたので、その時の効率を上げるためにこれらは使われました。使われるようになったところ。ですね。はい、44番が切れ気味というね、ちょっとお待ちください。ちっちゃくしたら入る、そういう問題でもない？あ、オッケーオッケー。じゃあ次行きましょう。うですね。これももうキーワードが満載です。6歳以上の人々には区分田が支給され、収穫した稲の 3% を納める、その他、徴用という税が課せられたと。まあ、6歳以上も書きたいけどね、一応区分田ですね、もうね。区分田分配とか、あとはまあ、ちょっと全部書かないけどね。租徴用。っていう税金。まあ、税金でも金じゃない、税だね。が課せられましたよ、と。でも、この区分田分配ときたら、奈良でございます。奈良ね。で、動画番号が、上と一緒がなかった。15番です。だから、もしだよ。もし、今回の選択肢で、まあ、答え絵なんですよ。これ。鎌倉出てきてないからね。絵が答えになるんですが、書いとこう。先にね、忘れる可能性がある。答えなんですけど、まあ、もし、あいうが、その、江戸ならって気づければさ、絵がね、今から後でやるけど、絵が、鎌倉ってピンポイントで分かんなくても、消去法で当てることはできます。できるんですけど、まあ、一応ね、一個ずつ確認していきたいと。で、まず、区分田、その、配ったやつ、これは書いておこうか、せっかくだしね。まあ、6歳以上に区分田配りましたっていうのが、漢字が、そう、判例。漢字。収受の方ですね。
こうやって区分点渡しましたと、それが足りなくなっちゃって、みたいな話が出てくるわけですけど、その後に、根伝永年とかにね、繋がっていくわけなんですが、まあありましたと。だからもうほんと区分点配った、まあ、6歳以上に区分点配った反伝習字の方じゃん、それならじゃねえ、みたいな、風に、ぜひね、キーワードでリンクできるようにしといてくまし、しといてください。はい、ラスト。まあ分かってんすけどね、一応確認します。草木を焼いた灰が肥料として用いられ、近畿地方を中心に米の裏作に麦を栽培する二毛作が行われるようになったと。正直ですね、あと教科書には確認したら書いてあったんですけど、草木を焼いた灰が肥料として用いられとかね、知らなかったっす。この問題まで確認したけど、覚えてなくて。まあ、キーワードとしてはもう二毛作です、これは。二毛作。で、二毛作何かっていうと、まあ、同じこう、まあ、田んぼ、土地があるじゃないですか、土地。で、例えば、ここに書いてありますけど、最初に米を作りましたと。米。でも、一定期間、例えば収穫できますよね、当然。育って収穫しましたと。はい、米取ったよ、つって。で、イメージだとさ、米取ったら次もまた米植えるじゃないですか。でも、そうじゃなくて、米取り終わったら次麦なんですよ。まあ、今回の話だとね。こういう感じで、同じ場所で二つの、違うね、異なるものを栽培するのを二毛作って言います。だから米がメインなんだけど、その裏ね、裏作で麦を栽培するっていう、これ二毛作なんですけど、これをやったのが、まあ一応書きますか、答えはね、鎌倉でございますと。いいかな。で、鎌倉復習番号重なってね、これ鎌倉あったからね、23番同じなんですけど、書いておきましょう。といった感じです。個人で勉強するとき、まあ自分はね、俺だったらって話ですけど、俺が中学生のときにここまで深くはやらないと思います。だからやらなかったです。正直。やらなかったんですけど、やっぱりこの、まあ塾講師側というか教える側になってからは、一個の問題からたくさんのものを吸収した方が絶対に効率がいいんですよ。で、効率がいいし、そこでいっぱい吸収してレベルを上げれば、次に同じような問題に出会ったときに解ける確率は絶対に上がるんだよね。解けるようになったらモチベーション上がるんだよね。って言って、いい連鎖が起こっていきます。そう。だから、みんながね、一人で勉強、問題集やって一人で勉強してるときに、ここまでね、しっかり分解してやっていこうって、大変なんだよ。だからそこまで熱量を持たなくてもいいけど、でも、意識としては、その問題を解けたかどうかだけじゃなくって、選択肢、ね、関係なかった選択肢のやつも、自分でわかるかなって。A 歳と同源出てきた、これ何時代だっけって。いや、ちょっと忘れたな。なんだっけな。ちょっと調べてみっか、みたいな。そう、英才同源で検索で出てくるからさ、普通にさ。そうってやってみたりとか、ちょっとより多くの疑問点を解消していこうっていう意識を持って、ぜひね、歴史は取り組んでみてください。では、ちょっとね、長くなりましたが、今回の授業はこれで終わりたいと思います。以上です。ありがとうございました。